ここにいるのは分かっているわ。マスター、どこにいるの？マスター。出てきなさい。そして私の体を磨きなさい。今日のヤスリがけは、右スカート上部走行400平米分よ。3時間は覚悟なさい。いつまでもサボっていないで、仕事をして。私のボディのケアも、マスターの役割でしょ。呆れた。昼間から熟睡とは、いい身分ね、マスター。私が起こしに来なかったら、夕方まで寝ていたわよ。せっかくの祭日を寝過ごすつもり。まだ寝ぼけているのかしら。覚醒のオンオフができないなんて、人間は不便よね。けど、本当にひどい顔色ね。まるでペンキの剥げたボストのよ。チョコレートに潰される夢でも見た？それともチョコレートの講習台に立たされる夢とか？だってあなた、他のサーバントからもプレゼントをもらうんでしょ。私でさえ数を把握しきれないのだもの。いちいち食べていたら、それこそ体調が破壊される。そう、廃屋よりレギュラー派なのね。その安物趣味、不愉快だわ。スペシャルなものはオンリーワンであるべきよ。数を誇るのは感心しないわね。今、自分は量産型とか作っていたくせに、と思ったでしょ。私は特別よ。とてもスペシャルなものだから、量産品にしても、グレードは下がらないわ。それじゃ、はい、これ、あげるわ。何これ、なんて顔をしないで。見ればわかるでしょ。シートベルトよ。私はチョコレートなんて一過性のものに関心は持たないの。でも今日は祭日だから、必要なものをあげるのにはいい機会だわ。今は必要のないものだけど、私のマスターであればいつか必要になるものよ。その時、安物を使われては困るから、余裕を見てはデザインしていた、というわけ。サイズは合っているわ。触り心地も機能性も S クラス。よかったわね。じゃ、さよなら。私はチェイテ城のフレームの様子を見てくるわ。その時を楽しみにしているわ、私のマスター。